フェンスリバウンドですね。そして自らオールいいパスが決まった。いやー、熊谷選手素晴らしいアシストでしたね。その後一度外に出ようとした動きに対して、はい、島根の選手が一度フリーズしましたね、その瞬間素晴らしいですね。このパスです。いや、後ろに目がついてるんじゃないかという。そうですね、中山自信を持ってのここパスにしました。もう一度中山です。赤穂ライカー外のスリー、あー来ましたね。今日来ました。いいですね。昨日は赤穂はスリーポイントがなかなか来なかったんですけれども、今日はスタートから来てここでピッチアウト。田口置いた、来たね。連続して左コーナー来ましたね、はい、おー、いいリバウンド。ここで取ってどうか。自らのドライブ、いいですね。コースとコースと、はい、これが赤穂選手の持ち味の一つでもありますね。熊谷がボールコントロール、津山がつきます。ガリアがライスナーのスクリーン、津山もよくついてますが、赤穂ライター外スリーポイント2つ目。いいですね。選手が今シーズントータルで見てもスリーポイント24分の11で 45.8% で、今日は前半だけで2つ。赤穂ライター、まあ、ここをよく見ていました。ただライスマー、ね、だがボールコントロールします。田口右のコーナー、右のウィン、赤穂いましたが合わせに行く。素晴らしいクレート出ましたね、はい、ワイリーからのパス、マカルー、ちょっとボールこぼれたところ、ただライスマー追っていく。ニック・ケイ、ガディアガー、ショットクロック、まもなく残り5秒。津山レコールがつく、津山が入ってくる、下がりながらブロック、タダーライスマー、そして走る、ただニック・ケイも手をかけに行って、タダーライスマー飛ばせてからのシュート。いや、よく熊谷選手フォローしましたね、はい、よく走りました。タダーライスマーです。赤穂ガリアがスリーポイントを1人抜いた、ね、バチバチでやり合ってます。安藤上を使ってきましたが、ボールこぼれて田口走っていました。ガディアガー一つブレイク出ましたね、はい、ちょっと安藤も疲れが見えます。今ゴティクラーク、ショートクロック残り10、どこで仕掛けてくるでしょう。おっと狙ってました、ガディアガー、ガディアガー、ここはブロックショット届きませんでしたね、はい、さて運命の第4クォーター、ガディアガー、ヤニスボランに対していい守備です。日経ヤニスボラン下がりながらのショット、選手難しいシチュエーションでしたが、はい、決めましたね。点です。で、3クォーターの終盤は逆に島根がリバウンド粘って得点を取った。そうですね、今度は逆に秋田がしっかりと、本当に秋田もショットクロックギリギリの中でいい選択でしたね、はい、クラークがつく、サマーライスマー、リバウンド粘る粘る、ガニアが拾って、中山拓也外だ、スリーポイント、リバウンドもらう、詰めに行きました。最後に押し込みましたね。いや、島根もやはりこの一連のリバウンドを取りきれなかった流れ、はい、赤穂コティクラークが突き出す、田口スリーポイント、来ましたね、これぞ田口、ね、これぞ田口、コティクラークが突き出す。残り5秒、あまり時間がない中でガリアがパス、田口入ってきての2ポイントシュート、落としませんね、はい、お互いに当然疲労の疲れがある中で、中山インサイドパスアウト、ガリアが3ポイントシュート、リングに当たってフォローで詰める。ライスナー選手、ライスナー小さくガッツポーズ、中山中にドライブ、おー、レイアップで持っていった、レイアップ進みましたね、いやー進みましたね、はい、クリスチャンメコール右のコーナー、熊谷中にアタック入ってきた、いやー素晴らしいプレー決まりましたね、素晴らしいカッティング、よく見ていました熊谷コー。